新マスヤマレナのあなたと作るワールドピース。こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト松山玲奈です。毎週アートやいろんな、社会についてのお話を進めています。松山玲奈のドラゴンジャーナル、今週も素晴らしいゲストの方にお越しいただいております。世界が注目する国際展を、11月、18日から、フランスのアルザスで企画をされております。我らがジャポニズムアート担当の、写真家の香川清美先生をゲストにお招きしております。香川さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくどうぞ。はい、いよいよですね。はい、もういよいよですね。ずいぶんかかりましたね。はい、田川さんはもう30年もかけて、日本中の伝統芸能、そして、この畳ですとか、日本酒ですとか、日本の匠の職人さんたちを訪ねられて、研究を進められて、それらを海外に広める活動に取り組んでおられます。今回の北斎と富士展に、開催に、至るにあたって、どういった思いでおられるかというような、そしてまた、なぜフランスのアルザスでこういった展覧会が企画されるのかということを教えてください。はい、ちょうど3.11 のその年でしたかね。だから11年前にサムライ .jp っていう日本の文化を世界に広める雑誌を発行したんですね。はい。その時には英語版を中心に、日本語版と1号につき 2冊、英語と日本語を、分けて出版したんですけども、それは取材を、職人さんの取材をしながら気づいたことからちょっと説明させていただきますけども、はい、日本の伝統工芸、匠の技といいますか、はい、そういうその職人さんが取材するごとに俺の代で終わりだと、はい、そういう職人さんがほとんどだったんですね、はい、職人さんがいなくなると日本の魅力はもう半減しちゃいますから、はい、その俺の代で終わりだっていうものを断ち切らなきゃいけないという、そういう思いがありまして、はい、それをその日本のシュリンクする社会では将来が見えないので、はい、世界の市場を開拓しなきゃいけないっていうところからのスタートなんですね、はい、でそれでアルザスはちょっとたまたま当時文化庁長官だった近藤誠一さんの紹介で、アルザスにいい建物があるよということで、はい、そこの建物で匠が技を世界に広められる匠ビレッジというのを、作りたいということで、スタートしたプロジェクトです。その匠ビレッジというのは、世界の美術品、美術館、博物館の日本の工芸品、美術品を修復するという拠点にしようとしたわけですね。なるほど。そうすると、はい、その匠の技を持った職人さんがそういう修復事業に関われば、仕事が世界中から、舞い込んでくるということで、なんとか、匠ビレッジを実現させたいということで、8年ぐらい前からですかね、アルザスに行って、何回も行って、そのいろいろ交渉して、やっとその具体的になってきたので、まあ具体的になる中で、北斎というものがちょっと出てきたいきさつをちょっと話します。で実際私は匠ビレッジを作りたいのが一番なんですけども、はい、たまたま匠ビレッジを作るのにも、やっぱりその作ったとしても運営費がかかりますから、そういう意味では、はい、いくつかの要素を交えないとなかなか難しいということで、たまたま漫画家の松本零士さんを、はい、アルザスで松本零士ミュージアムを作りませんかということで連れて行ったん、連れて行ったっていうか、要するに同行してもらって。すごい。いつ頃ですか？3年前ですかね。
いやーもう、松本零士さんといえば、世界のアニメファンのもう神様のような存在で、フランスの皆さん、すごく喜ばれたんじゃないでしょうか。いやもう、フランスで一番有名な巨匠ですからね。はい。ですので、アルザスに、巨匠が来たわけですから、向こうからすれば、田川が言ってることは本当かいなと思ってたらしいんだけども、はい、それが本当に巨匠が現れたんでびっくりして、うん、すぐ、オーラン県の知事さんを呼んだりしてですね、はい、まあいろいろ噂をして、びっくりされたわけですけども、はい、それで、その町、アルザスのコルマールという市なんですけども、非常に美しい町で、はい。特にそのフランスで一番の美しい町で選ばれたような、コルマール市、たまたま松本零士さんがその町が気に入ってくれたら、松本零士ミュージアムを作ろうということで、まあ案内したわけですけど、非常に気に入っていただきまして、はい。気に入っていただいたんで作る、ことができるなぁなんて思ってたら、フランス側でも1、2年前に漫画アートミュージアムを立ち上げる計画がスタートしてたんですね。はい。そうすると、松本零士さんがそれを聞いて、俺のミュージアムだけじゃなくて、漫画家全体のミュージアムがパワーがあっていいんじゃないのっていう話になって、はい。松本零士ミュージアムを作らないで、協力するっていう形で、漫画アートミュージアムが、まあ、計画通り進んでいったわけですけど。はい。現在はもう、ま、漫画アートミュージアムは、建物も決まって、あと、はい、コンテンツが、中身がこれから用意されて、スタートするところまで来ましてですね。はい。非常に私にとっては嬉しい話になったわけですけども。はい。で、それは伝統工芸と匠の技につながる要素はですね、どういうことかっていうと、今のその漫画とかアニメは、要するに日本のその伝統工芸、例えば刀とか、鎧とか、いろんなものを現代風にアレンジしたりして、アニメができたりしているわけですから、そのアニメの原点は何であるかっていうことが、ちょうど私は、匠ビレッジを作るという、ことに結びついてくるわけですね。はい。そうすると、アニメ、漫画とかアニメで若者がイベントをやるともう数万人集まるような、そういう、はい、その人気のある現代の、まあ職人さん、要するに漫画家も職人ですから、そういう人たちから本来の伝統工芸、技術というものに興味を持つ若者が出てきたら、はい、要するにその、俺の代で終わりだっていう、そういうその、将来が見えないような、匠の技の職人さんが元気になっていく要素が、そこに繋がっていくかなということが一つ。なるほど。それでもう、当然その、未来のことばっかり言っても足元が、おぼつかないと、途絶えてしまいますから、今はその、修復事業をそこでやろうということで、フランス側もその、私が、計画した匠ビレッジっていうのは作りましょうということで合意してます。ですので、非常にその、アルザスから世界、日本の文化を世界に広めるっていう要素はいっぱい、まあ、ありまして、着々と進んでるっていうことの中で、じゃあ漫画アートミュージアムがオープンするのに、漫画の原点は何か、どこからスタートしようかっていうときに、北斎っていう、まあ教育者北斎なんですけど、まあ浮世絵師という世界、一般的には言われてますけども、はい、教育者であり、漫画家であり、デザイナーであり、職人なわけですけども、その北斎は、漫画という、要するに造語を作った張本人なんですね。北斎漫画っていう本がありますもんね。ええ。ですので、北斎が漫画と言ってから、それから漫画っていうのが、普及していく、使われていくわけですけども、それ以前は、長寿戯画とか、まあ、それなりの、題がついて、漫画とは言ってなかったわけですね。
え、漫画っていう言葉そのものも北斎が、北斎が、あの、造語というか、まあ、作ったわけですね。はい。そこからスタートしないと漫画アートミュージアムには繋がらないというふうに僕は思って、北斎のイベントをやりたいと。はい。フランス側に伝え。はい。で、それはいいですねっていう、そういうアイデアで、帰ってきて、北斎学会にぜひ協力してほしいってことで、実現したプロジェクトなんですね。北斎が漫画という、文化の井戸を掘ったみたいな、そういった、ね、造語ですから、もう、はい、それからしか漫画っては言われてないわけ。その前は漫画がなかったんですから、その言葉がね、はい、非常に原点としてはいいでしょ。確かに、それは存じ上げませんでした。言葉からもう作ったっていうことなんですね。なるほど。その、また、高齢者、引き継ぐ若い方との出会いがない、困ってらっしゃる日本の職人の皆さんを、こう、海外から、サポートして、そこに新しい若いファンの方を、知っていただくということで、つなげていくという本当に素晴らしい企画ですね。もう、その、かなり、その、長い100年、200年の、そういうスパンでものを考えるとちょうどいいのかなっていう、時間もないですしね。もう、職人さんはどんどんいなくなっていきますから、はい、今やらないといつやるんだっていうことになりますから、はい。だから気づいた人がやればいいというふうに思ってます。だから行政にもお願いしますけども、政府にもお願いしますけど、はい、なかなか内容を聞く前に予算がないとか言ってですね、はい、中身を聞いて、それはどうだっていうのはあれば納得もしますけど、聞く前に予算がないって言われちゃうと、やっぱり自分たちでやらないとダメだなと。はい。そういう思って、職人さんはもうそう待てないですから。はい。そういう意味では、今やらないと、もう途絶えちゃう。途絶えたらもう、10年、20年、やっても、なかなか元には戻らないですから。はい。まだ一人でも二人でも いらっしゃるときに、つないでいくということが大切じゃないかなと思って、北斎展。要するに北斎展を、教育者北斎っていう、テーマで子どもたちに、まあ、絵ほどきを寺小屋で教えたという その、そういうふうなことを聞いてますから、寺小屋風の、子どもたちにその絵ほどきを教える、そういうところから、まあ、広げていきたいというのが一つと、はい、それともう一つは職人であった北斎ですから、世界的に有名な今北斎ですから、北斎を旗頭に職人さんがその後についていく、ついていってビジネスができるようにやっていくという、北斎を旗頭にして世界を暴れ回ろうという北斎展のスタートなんですね。素晴らしい構想ですね。今、この11月から始まるという北斎と富士展、はい、具体的にはどういった内容の展示や、関連のイベントがあるんでしょうか。まず、北斎と富士という言い方は、富嶽三十六景は、まあ一応有名ですから、それはそれでタイトルはそうなんですけども、サブタイトルが、子供たちのための、北斎展というのはサブタイトルになってるんですね。はい。子供たちにどういうことをしてもらおうかっていうことで、一番子供たちが喜んでもらえるということで、まず、北斎の、木版の、要するに浮世絵のすりですね。はい、すりの、一枚目は、線描になるわけですね。線がまず描かれる。はい、その次に、こう、重ねて刷っていきますから、色がついて、一つの完成品になるわけですけども。はい、その一回目のすりの線だけを、実は、世に出るものではないんだけども、それを高橋工房っていう、江戸時代から続いている技術の、6代目の高橋さんから、じゃあそういう教育のためだったら、その1回目のすりだけをいただいてですね。はい。で、それを託されたんで、それを持って、アルザスの子供たちにですね、この、線描になっただけのものを、
子供たちに渡して自由に色を塗りなさいと。はい。そうすると北斎と子供のコラボの、浮世絵がで、浮世絵って言いますけど、絵ができるわけですね。はい。それをやっていくんですよ。はい、なるほど。本来ではなかなか世に出ない最初の、色の乗ってない、浮世絵を子供たちが実際にその和紙の上に絵の具だとか色鉛筆だとかで塗っていくっていうことなんですか？そうなんですよ。和紙まではいけるかどうかありませんけど、いずれにせよ、その線描だけの、はい、まあ最初は和紙でもらってるわけですけども、はい、何枚も何枚も子供たちに渡すときには、コピーになるかもしれませんけども、はい、いずれそういう体験をしてもらうと、はい、まあ、親子で参加されますから、ゆくゆく、大人になるっていうか、もうちょっと時間が経つと、北斎っていうのを知ってくると、すごいコラボがあったんだなってことで、はい、もう自分の部屋に飾って置いとけば、いつかはそういうことに子供たちも目覚めるという。そして日本のその文化といいますか、日本をその見たいとか、興味を持つ子供たちがいっぱい出てくるわけですよね。はい。そうすると日本に行こうかなっていうインバウンドにもつながりますしね。はい。で、そういう技法に対して印象画家がびっくりしたぐらいのその北斎の版画でした。浮世絵ですから、そういう意味ではまた新しい子供たちがいろんな気づきがあって、まあ日本の文化を勉強しようという、そういう子供たちが増えてくるような、そういう流れになると思いますんで、それで大きなタイトルとしては、再びアルザスから世界に発信しようという、ジャポニズムアゲインという、はい、グレートジャポニズムアゲインで、はい、再びアルザスから世界発信しようという大きなテーマがあるんで、そこにそれなりの恥ずかしくないイベントっていうか、そういうその計画がいくつかありますから、はい、それで、皆さんからも、まあ納得してもらえるような、はい、大きな流れにしていきたいと、そう思ってます。なるほど。今、印象派にも影響を与えたというふうにおっしゃったんですけれど、私たち日本では北斎というと浮世絵画家の一人というような認識もあるんですが、実際には北斎のアートが、ヨーロッパのアートシーンに、はい、とてつもない影響を与えているということなんでしょうか。そうですね。いろいろ広重とか歌丸とかいろいろその有名で同じような北斎と並べて展覧会をやられるようなことが一般的ですけども、実は北斎はですね、印象派のその親玉みたいな土下が言ってることなんですけども、はい、北斎は時代を動かした人だって言ってるわけですよ。はい。だから広重もそれは、アート的には、能力はあったかもしれませんけども、北斎というのは世界を動かした人なんですね。だから、世界ではもう、全然、北斎とそういう、他の浮世絵師としてはもう、格段の違いの扱いなんですね。で、印象画家だけじゃなくて、はい、彫刻家でも、音楽家でも、ガラス細工の世界でも、とにかくいろんな影響を与えてる北斎ですから、ちょっと同じ土俵で展覧会をするっていうのにはそぐわないんじゃないかなと、そういうふうに思ってます。なるほど。ドビュッシーも北斎のグレートウェーブを描いた、はい、代表的な歌もありますし、その多くの画家や芸術家に影響を与えているんですね。で、また、私たち、この日本文化の正しい認識っていうのが、こう、世界に比べても、なんか、こう、価値をちゃんと、知って学べてないな、というふうに感じるんですが、ちょっと番組の後半、アレックス・カーさんのお話についてもお伺いしたいんですけれども、はい、田川さんには、京都の亀岡市で、アレックス・カーさんの、
ご自宅を、一緒にご招待していただいて、以前、ラジオ番組、YouTube 番組にご出演していただいたことがあるんですが、今日のこの番組のスポンサーの、経済総合分析株式会社の木下さんが大のアレックスさんファンでして、アレックスさんとのエピソードとか、お話伺えたらと思います。日本の魅力というのを世界に発信されてらっしゃる、第一人者であると認識しておりますが、アレックスさんとはどういった、ご縁で、交流が始まったんでしょうか？アレックスさんは、その日本の文化を世界に、広めてらっしゃるといいますか、日本のその、まあ、伝統的な、まあ、古民家とかいうものに対しても、非常に興味を持っていただいて、地域再生をやられてるという、そういうその方だったので、はい、侍.jp の雑誌を創刊後に取材を申し込んで、取材を受け、まあ、OK していただいて、そういうページが、特集ページがあります。そこで知り合ったのが、最初ですね。なるほど。実際にアレックスさんのお宅にお邪魔しましたら、ちょうど、紅葉が美しい時で、お庭一面の赤い絨毯が敷き詰めてあるような、そんなタイミングでの対談でしたね。日本の美しさっていうものは、私たち日本にいるとなかなか気づかない自然の美しさですとか、それを空間や、表現を立体にしていくときに、すごく繊細な技法が使われていたりとか、いうことを、なぜその海外の方の方が、よく感じるというか、なんで日本の方にはなかなかそれが伝わらないっていうのがあるのかでしょうか。実際に取り組まれてどう感じますか？ヨーロッパなんかを見てるとですね。はい。国レベルで、自国の文化について、本当に真剣に考えている国が多いんですね。はい。その中で日本っていうのは、予算がないとかいう、そのお金が先に立ってですね、はい、大事なものは何かっていうことから考えるんではなくて、はい、お金がないからっていう話になっちゃうんで、その原因っていうかもう、意識の違いがもう歴然としてるわけです。だから、それ時間がかかるかもしれないけども、そういう伝統文化、そういうその、技術とかいうものを長い目で見て、行くと、やっぱり毎年毎年やっぱりそんだけの予算を取って、はい、未来につなげていくっていう、そういう思想を持った政治家、またそういう行政の方がいらっしゃれば、そういうそのこんなに衰退することはなかったんだろうけども、はい、自分のその勤めてる間に失敗をしたりすると、出世 に問題が出てくるというようなことで、冒険をしないっていうか、そういう、はい、まあ官僚もそうですし、政治家は票にならなければ動かない。だから、文化なんていうのは票につながないことが多いわけですよ。はい。だから、そういう意味で衰退していくのはもう、歴然としてるわけですね。なるほど。しかし、世界に、その世界の宝と言えるような、日本のその美術品、工芸品がいっぱいあるのに、はい、気づいてないですね。中国の方なんかは、先日は鎌倉美術というギャラリーで展示をしてたんですが、いろんな古美術を収集されてオークションに出されてる、ギャラリーだったんですけれども、そこでお伺いしたのは、そのオークションに行くと、今半分以上その、書いておられる方は中国の方で、で、中国の投資家の方っていうのは、どんなに小さな夜間だったとしても、で、歴史的価値があるかないか、その時点で分からなかったとしても、その今国の文化を全部買い取ろうという、動力がすごいそうなんですよ。で、そういった動きに比べて、これだけ大きなプロジェクトを、
田川さんが、その国の、日本国のサポートではなくて、このフランス政府のサポートや、欧州政府のサポートを受けながら進めているということにも表れていると思うんですが、日本って自国文化を大切にしなさすぎっていうことがあって、こんなことやってると本当滅びるよねっていう気持ちになってきます。実際、円安も進んで、まあ、貧困化も進んで、4年、2年前に7人に1人だった子供の貧困、今4人に1人になったりして、すごい。本当です。はい、日本が壊れていくことを感じているんですけれども、ぜひ、グレイトジャポニズムアゲインで、はい、なんかこう、田川さんにフランスから切り込んでいただいて、その余波をですね、今はちょっとパワーダウンをしている日本にももう一度元気を吹き返してほしいなと思って、活動を尊敬しております。最後3分ほどになっているんですけれども、番組を視聴していただいた視聴者の皆さん、そしてメッセージございましたら、田川さんお願いいたします。はい、やっぱりその先ほども言いましたように、人を頼るっていうよりも、はい、自分が感じて、要するに、あ、これは本当に日本は大変なことになるなという、そういう気づきを持った人が手を挙げてやれば、パワーが出てくるかなと思いまして。はい、で、非常に誰かがやるんだろうぐらいの、大変だねっていうところで思考停止してる人たちが多いので、はい、そういう大変だねっていうところを超えて、じゃあ私が手を挙げようかなっていう人が一人でも増えてくると、日本はもう一回復活するんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひですね、皆さんもちょっと気づいていただいたら、ぜひ、一緒に応援 してくださいじゃなくて、一緒にやりませんかという、そういう、はい、気持ちでいます。田川さんが企画してくださっているアルザスの北斎と富士店にツアーで一緒に行くとか、何か関わったりすることってできるんですか？結局向こう側は日本学研究所という欧州の行政がやってるところですから、要するにその関わるっていうことは、向こうの どういう関わりをするかによって向こうの OK が出るか出ないかですから、たまたま今回、餅つきをやる、そういう方が名古屋の方で、歴史を踏んだ餅つき。それは今、オープニングの時に、華やかになるので、そういうことをフランス側に求めているところなんですね。だから、向こうが OK すれば、そういうコラボ的なことができると思いますので、まあ、そういう面では、どなたでも参加はできると思いますけれども、関わろうとすると向こうの許可もいりますから、その辺の仕分けの仕方は必要かもしれません。なるほど。何か国際展や田川さん応援したいという視聴者の方がいたときに、何かそういった応援とか協賛も受け付けてるんですか？あ、もう協賛、とにかく お金が4ヶ月もやりますからね。協賛してもらうところが少しでも増えればいいということで、はい、たまたま亀岡市が、協賛するってことに決まりましたんで、おめでとうございます。それでいくつかそういうところが増えてくると、私も本当に、予算の中でやれれば幸せだなと思いますけど、今みんな持ち出しばっかりで、なんか大変なんですけども、そんな感じです。ありました。本日のゲストは、写真家で夏目雅子さんの写真を撮影したり、また11月18日からはフランスのアルザスで、欧州日本学研究所さんの主催事業として、日本を代表する芸術家北斎と富士展を企画されております。一般社団法人サムライ .jp の代表でおられて、また我らがユーラシア国際映画祭の理事でもおられます田川清美さんでした。田川さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭経済総合分析株式会社の提供でお送りいたしました。またお会いしましょう。